金石文は金属や石などに記された文字資料のこと。紙、布などに筆で書かれた文字に対し、刀剣、道鏡、青銅器、仏像、石碑、母碑などに国で、井で、造眼などの方法で表された文字を指す。土器や甲骨などの類に刻まれたものを含む場合もある。ここでは、主として的念性、永遠性を持った碑文、 名文などについて述べる。ここでは、碑文は石碑に記した文、名文はそれ以外の金石に記した文と考えて用いる。中国では、ある事件や人物の記録を後世に残すために記した文を、名と言い、やがて春秋戦国時代の石膏文、旗た、漢時代以降には思皇七国籍をはじめとして、名を刻んで、日を立てるようになった。このように、碑文、 名文は、堅牢な金属や石に記されたのである。したがって、碑文、名文は一定の様式を持ち、また、様々な技巧が凝らされた。人物が造況日本では、古くは、福岡県福岡市の滋賀島から出土した、寒意八国王の金印、奈良県天理市石神神宮に伝わる七子島など、中国や朝鮮半島の国から、贈与、献上、 または歌詞された遺品がある。また、日本で制作されたものとして、和歌山県橋本市田八幡神社所蔵の人物画像鏡、千葉県市原市の稲荷台一号古墳出土の鉄拳の銀像岩名、埼玉県東海山古墳出土鉄拳の金像岩名、熊本県江田船山古墳出土台塔の銀像岩名などが知られている。日本に所在する古秘としては、 日本三古妃と呼ばれる上野国太五妃、下野国那須国造妃、道の区国太賀城妃が特に著名である。上記以外の金石文には石文、母子名、造造名、照明、器物名などがある。世界的にはダレーオス一世が自己の業績を記したベヒストゥンヒブンやプトレマイオス五世の徳を称えたロゼッタストーン、ダルマを統治理念とした。 アショーカ王の石中碑、マガ外碑、中国東大の大神経境流行中国碑、唐とト,トバントが国境を定めた、唐シュゲル解明碑などが著名である。多くが、時代の闇の彼方に姿を消すものの、金属や石などの豪険なものに記されていることから、発掘されることにより当時の出来事を鮮明に伝える、ものとなる。歴史考古学的に、 また言語学的に非常に重要な資料となる。像を作る際、制作者の名前や制作年度、由来などを記した名文。東洋では主に仏像を作る際に記された。中国では南北朝時代の北魏大、流門石窟と呼ばれる洞窟に掘られた魔外仏に記されたものが有名で、うち秀逸なもの20点が流門20品として選ばれ、陸朝会書の書籍として知られる。 日本では、アスカ時代から行われ、法隆寺近道の釈迦三尊造造造名や薬師、如来造造造名など多くの遺品が知られる。個人を検証するため、墓のそばに、生命、生前の業績、記念文を記して建てたもの。一般的に墓域内に、墓碑として建てるのが普通であるが、中国では一時期検品が禁じられたことがあったため、石踏みを石板に変えて、 棺ぎのそばに埋めた。この場合は、母子と称する。中国では、南北朝時代から随代にかけて爆発的に流行し、当時の書道の実態を語る資料として大量に出土している。母子では、高さだ母子では、従う母子、長黒女母子などが著名で、陸朝会所の書説として知られる。また、西安市の工事現場で2004年に見つかった、日本出身で、 当に仕えた今成の母子、大韓民国中世南道甲州市の僧、山里古墳群くだらで1971年に見つかった武尼王の母子なども知られる。日本古代の母子の埋能は7世紀末から8世紀末まで行われ、最盛期は8世紀前半である。名文を残存しているものは18点ある。寺の盆章に寄進者名や制作年度、金のくど 由来などを記した名文。国家暗号、君神部落と命された方向時のそれが大阪の人の口実となった文化遺産に属する。その中の記念工作物は、建築物、記念的意義を有する彫刻及び、絵画、考古学的な性質の物件及び構造物、金石文ホラーな住居並びに、これらの物件の組み合わせであって、歴史上、 芸術上または学術上顕著な普遍的価値を有するものと定義されている。なお、世界遺産条約では文化遺産として記念工作物のほか建造物群と遺跡を掲げている。多種多様な記録媒体が発達した21世紀初頭においても、またたとえ作成の目的を純粋な情報伝達に限ったとしても、記録としての金石文の必要性が完全に、 失われたわけではない。情報の受け手として、現代の言語が絶滅した時代の人々や、地球が一的生命体を想定する場合、必要とされる保存性は紙やインクが持つ耐久性を大幅に超える。また、電子媒体への記録も適切にデコードされることはほぼ期待できない。蒸気の理由から、放射性廃棄物の地層処分が行われた場所など、 遠未来の人類に確実に残さなければならない情報については、炭化ケ系ソセラミックスのプレートに文字として刻印することが検討されている。純粋な記録だけでなく、様々な事物の記念物としての側面を持つ金石、文は現代でもことあるごとに作られている。原子力環境整備促進、資金管理センター、地層処分に関わる記録保存の研究。 ありがとうございます。